これからポスチャーの説明に入ります。クイックステップはテンポが速いですから、まず床の上に安定したポジションを保てるようにすることが重要です。それと同時に安定はしているけれど、次の素早い動きにも即対応できるように準備しておくことも大切です。次のことをしっかり覚えてください。男性も女性も体重を前方にかけますが、男性はあまり女性に近づきすぎないように気をつけます。わずかに左側に体をずらしましょう。素早い動きに対応できるよう、そして素早く動けるよう、いつでもこの良いバランスを床の上で保つようにします。体重すなわちボディウェイトを前方に保ちつつ、男性も女性もお互いにボディを少し左にずらします。そして右サイドをコンタクトしたまま左サイドを前へ出すことにより立体的なポジションを作り出し、両膝は常に緩んでいる状態です。この状態により2人の共通のセンター、すなわち2人の中心が少し変わり、2人のコネクションは腰ではなく胃のあたりになります。これにより2人はより自由に脚部を動かせ、スピードも出して踊ることができるようになります。クイックステップでもう一つ大事なことはポスチャー、すなわち姿勢です。足を軽やかに素早く動かせるようにボディウェイトをヒールではなく塔の方にかけることです。これでダンスの 70% は決まります。ヒールにかける体重が軽ければ軽いほど動きは素早く軽やかになり、いいクイックステップを踊れるようになります。当たり前のようなことですが大事なことです。覚えておいてください。ですから繰り返しますが、2人の共通のセンターは腰ではなく胃のあたりにあるので、両脚部を常に自由に動かすことができるのです。そしてこの踊りの 70% はヒールではなく足の裏を使います。そして動きをより軽快にしていくと自然と体重が足の先の方にかかります。体重ができるだけ早くヒールを通過するようにすることで軽快で質の高いクイックステップを踊ることができます。この軽やかさがこの踊りならではの特徴なのです。では正しい姿勢がどういうものか、グループ A の最初の部分を踊ります。まずはじめは私たちの体重を足の中央あるいはヒールの方に移動した悪い姿勢で踊ってみることにしましょう。その次に正しい姿勢で踊り、ボディを前方へしっかり保っているのをお見せします。ではまずは音楽に合わせた悪い見本からお見せしましょう。今お見せした悪い見本から分かるように、ボディウェイトが足のボールから離れてヒールの方に行けば行くほどスピードは遅くなり、動きは重くなり、音楽的なセンスも見られなくなります。今度は正しいテクニックを使ってお見せしましょう。バランスを前方に保ち、ボディは2人とも少し左にずらして相手にスペースを与え、お互い邪魔にならないようにします。音楽的な表現も良くなります。いかがでしたでしょうか。ご覧になったように
常にバランスをボールの方に置いて、お互いのボディを少し左に伸ばし、ずらして広がりを作り出すようにしましょう。そうすると自然に2人のシルエットも細くなりますから、軽やかで、しかも音楽を十分表現した動きを作ることができるようになります。さて、これまでポスチャーに関することをお話ししてきましたが、次はそのポスチャーとも関連しているとても重要なことについてお話ししましょう。それはリードについてです。クイックステップのリードで大切なことは、いかに早く女性に情報を伝え、女性にいかに早く反応してもらうかということです。したがって2人の共通のセンターや足の動きよりも早く、男性は手を通して情報を与えなくてはいけません。男性の手を通して女性はよりリードを感じることができますが、それにも増して男性は自分の前方に自由に動いていけるスペースを素早く作り出すために手を利用しなければなりません。では次に、中級レベルのパート B を使ってそれをお見せしましょう。音楽は使わず、要所要所で止まりながら、女性が男性のリードを感じるか、その男性が手を通してリードしている重要なところをお見せしましょう。次にリードとフォローにおいてセンターだけを意識して踊ってみましょう。結構大変です。反応が鈍り、スピードが落ちるのがわかるでしょう。最後にもう一度音楽に合わせて踊ってみますので、違いを見てください。ではお話ししたように、パート B の振り付けのナチュラルターンから始めますが、私の手の方のスピードを速めると女性が素早く反応し、自然にナチュラルターンに入っていくのが分かります。最初のポイントです。いきます。スロー、クイック、クイック。次にランニングスピンターンでは、スロー、クイック。ここで女性にライズをさせるリードとして私は手を利用します。すると必然的に自分の前にスペースができますから、そこに向かってルンバクロスを踊ります。ルンバクロスでも同じです。2人のセンターを通して情報は発しますが、手からの情報は最も早くナチュラルピボットが踊れるスペースを作ります。ピボットでも同じです。手の方のスピードを早く起こすことで自分の前にスペースを作ります。常にバランスはわずかに前方に保ち、背中を長く使い、このようなバックバランスにならないようにし、スピードのある踊りができるようにします。ここで私は女性に次のステップ、ティプシーに入るリードをしなければなりませんが、適切な方向に導くために素早く手を使わなければなりません。ティプシートゥーライトで私の手は女性の頭と足をリードします。よろしいですか。次にスピンターン、ターニングロックを踊り、次のプロムナードに入るために私はいつも手を利用して女性を引き寄せる現実的なリードをするようにしています。それにより女性の反応も動きも速くなります。悪い例をゆっくり踊ってみると分かると思いますが、カップルとしての動きが悪く、結果としてとても重い動きになってしまいます。それはこの場合のリードがセンターを通しているだけで、ドライブするエネルギーを生み出すリードがないからです。他のダンスでも説明しましたが、もし男性から女性に放出されるエネルギーの全体量が 5% であるとすれば、男性の左手から女性の右手に放出されるのは 2% になります。そして男性の右サイドから女性の左サイドに放出されるエネルギーも 2% になります。ですからセンターのコネクションなしで踊っても、
クイックステップのルーティーンを踊ることができるのです。ご覧のように、もしボディコネクションに 3% のエネルギーを注ぎ込み、両手から放出されるエネルギーを 1% ずつにしてしまうと、動きのスピードや回転を増やそうと思った時にコネクションを失い、二人の動きは重いものになってしまいます。では音楽に合わせ正しいリードで踊ってみましょう。ご覧いただいたように、手を利用して正しいリードをすることにより、より軽やかなムーブメントでアマルガメーションを踊ることができました。男性が女性から素早い反応を受け取ることができるからです。こうして私たちが求める踊りの質を高めることができるのです。さて、リードというテーマを取り上げました。今度はさらにもう一つとても重要なテーマを通してそれを練習してみようと思いますが、重要なテーマとはフロアクラフトです。特に競技会のクイックステップでは重要かつ不可欠なものです。